ダークソウルズは、フロムソフトウェアより発売されたアクション RPG およびシリーズ作品名。2010年に開催された東京ゲームショーにて、デーモンズソウルズスタッフによる最新作として、プロジェクトダークが発表され、後にダークソウルズと正式に決定した。タイトルがデーモンズソウルズにではないことについて、ディレクターの宮崎栄光は、 デーモンズソウルズ2を作りたくなかったといえば嘘になる。いろいろあってこの形になったと語った。数量限定特典として、紙製のフィールドマップと作中で使用される曲を収録したサウンドトラックが同梱される。海外での販売については、バンダイナムコゲームスが本作品の販売を受け持ち、XBOX360 版も同時発売される。また、 限定版としてダークソウルズコレクターズエディションが用意される。通常版と同価格ながらゲームガイドやオリジナルサウンドトラック、ビハインドザシーンズビデオ、スペシャル、ハードバックアートブック、スペシャルアートブックが同梱される。なお、日本では XBOX360 版と限定版の発売予定はない。2012年8月に追加要素を加えた。 Windows 版が海外でプリペア 2D エディションとして配信され、同年10月には PS3 版及び Xbox 360版に同様の追加要素を加える DLC アートリアス・オブ・ザービスが配信された。また、DLC 配信と同時にプリペア 2D エディションの日本版となる With アートリアス・オブ・ザアビスエディションが PC、PS3 で発売された。 2020年5月時点でダークソウルシリーズ累計出荷本数が2700万本を突破した。2018年5月24日に新たに調整を加えたダークソウルズリマスタードがプレイステーション4、Xbox One、Microsoft Windows 向けに発売。当初、Nintendo Switch 版も同時発売予定だったが、後に延期され、2018年10月18日に、 発売された。スティームではリマスタードの配信開始と同時に旧 Windows 版プリペア 2D Edition の配信は終了した。システムは基本的にデーモン o ソウルズを継承。そこに新たなアクションを取り入れており、おなじみの高難易度は健在。フィールドはシームレスで継続しており、ローディング画面を挟むことなく移動ができる。 プレイヤーは各地にあるかがり火で休むことにより、回復、エストビンの補給、獲得したソウルでレベルアップや武器の修理などができる。かがり火で休めばそこが復活地点となり、死亡してもそこから再スタートすることが可能である。かがり火の大きさによって補給できる回復アイテムの数が定められており、人間性と呼ばれるパラメータを獲得し、 かがり火に捧げることでそのかがり火における回復アイテム補給数の増加が可能となる。デーモンズソウルズの場合は死亡すると体力が半分のソウル体と呼ばれる状態で攻略しなければならないが、今作ではそのようなペナルティはない。しかし死亡するとプレイヤーは亡者となり外見がミイラ化する。亡者状態ではオンライン要素の協力プレイや敵対プレイなどが できない。一部できるものもある。元に戻るためには、かがり火で人間性を使い、肉体を取り戻す必要がある。今作もプレイヤーキャラクターを自由に育成することができ、八つのパラメータを上げることでレベルアップし、その能力相応の武器や魔法の使用ができるようになる。また、今作では武器の強化に加え、防具の強化も可能になった。魔法は、 回数制へと変更され、魔力回復アイテムは撤廃された。また、能力の影響を一切受けず、呪術師に頼んで、ソウルと引き換えに触媒そのものを強化してもらうことで、威力を上げられる呪術が追加された。オンラインプレイは、デーモンズソウルズ同様、直接的なコミュニケーションの必要のない、緩やかなつながりをコンセプトに、 他プレイヤーが残したメッセージの確認、他プレイヤーの減影、結婚を調べることで他プレイヤーの死にざまをリプレイしたりといったおなじみのものから、かがり火の電波、ベーグラント、共鳴サインといったものも追加されている。もちろん、協力プレイ、敵対プレイという直接的なマルチプレイも用意、されている。敵対プレイには、つげ材されたプレイヤーを対象に、 プレイヤー同士のレベルに関係なく侵入できる復習例が新たに追加された。ただしシステム周りや構成等はデーモンズソウルズとは大きく異なり、内容的には全くの別物である。一語一会のオンラインプレイを意図してデザインされているためフレンド登録された。特定のプレイヤーを指定して召喚する機能はあえて実装されていない。 本作の世界観は中世ヨーロッパ的、ダークファンタジーを基礎に、王と騎士のハイファンタジー、混沌の炎、死と地の底の3要素を拡大したものである。ストーリーとは直接関係がない設定が多数あり、それら全ては獲得した武器やアイテムなどといったものの解説を見ることにより、プレイヤーにダークソウルズの世界観を印象づけるようになっている。 最初のヒコリたちの世界で発生した火で、様々な要素を世界に流し込んだ根源。火による世界の際で発生した存在が、グウィーンたちであり、彼らは後に王として、コリュと対峙する。劇中消えかかっており、その影響で空が霧に覆われ始め、霧に覆われた地域は、夜のように暗くなっている。かがり火ごく一般的なかがり火と違い、不死人の骨がソウルを持って燃えているもの。 ゲーム内では、かがり火の前で休憩することで、手旨以外の全ステータス回復、エスト瓶の補充、レベルアップのみならず、人間性を消費して猛者からの復活、エスト瓶の使用回数を増やせる注ぎ費ができる、重要な拠点となっている。また、特定のアイテムがあれば、装備の強化やアイテムの出し入れ、そして、かがり火から別のかがり火への転送も可能となる。 カボ剖女かがり火の化身と同時に人間性の付き台とも言える存在。デーモンズソウルズと違い今作は数人存在する。カボ剖女の魂があればエストビンの強化をしてくれる。彼女に管理されているかがり火はカボ剖女と共にあり、もしかボ剖女が死んでしまうとそのかがり火が使えなくなってしまう。この食についたものは全身の皮膚の下から人間性がうごめき、 その大抵はおぞましい姿になってしまう。ソウル生命の源と言われるもので、最初の日から発生したと言われている。デーモンズソウルズ同様、力の象徴であり、大きなソウルほど強大な力を持っている。流竜切りに覆われた世界で存在していた、かつての世界の主たち。岩の鱗を持ち、鉱物ないし植物的性質を内包する。朽ちることのない彼らは、 最初の日による際で生まれた王トールに滅ぼされ、末裔を除けばすでにその数はなきに等しい。白龍シースも古竜の一つにして裏切り者とされる。日の時代古竜を滅ぼし、新たな王として君臨した世界を示す言葉。最初の日を崇拝し、それで安定的な世界を維持してきたが、現在はその日が消えかかり、終わりの時が近づいてしまっている。ロードラン、最初の日から、 王のソウルを見出した者たちが眠る地。伝承によると選ばれた不死人がロードランの地に降り立ち、王たちへの巡礼を許されるとされる。ダークリング不死人の代表に現れる臨場の主因で、ゲーム中でもアイテムとして使用できる。音声ではダークサインとなっている。不死人、最初の日が消えかかったことにより発症したと言われる、文字通り死ぬことができない人間。 不死人には必ず体にダークリングと呼ばれるものが浮かび上がり、やがて思考をなくし亡者となる。劇中で不死人は人の社会から完全に隔離された存在であり、永遠に牢に入れられる運命にある。主人公も不死人の一人である。亡者思考を失い本能のままに行動するようになってしまった不死人の慣れの果て。 死にすぎて考える期間が壊れて猛者化するケースが最も多く、それらは敵として主人公の行く道を阻んでくる。中には以前に出会った人物が志半ばで猛者化してしまい主人公に襲いかかってくるケースもあり、その時の能力は生前と同じである。猛者化した人物を助ける手段はないので諦めて倒すしかない。 世界のヘビ人間一人をたやすく飲み込んでしまうほど大きく人間の言葉を介するオロチ。ギョロメとデッパと二本の大きなヒゲが目立つ。闇のソウルを持つ王にふさわしいものを探しているようだが、その目的などが謎に包まれた存在。ゲーム内に登場するのはフラムトとカースの二匹。また、DLC の過去のウーラシールでも世界のヘビが関わったと思われる情報を 入手することができる。人間性黒い性という形でアイテムとして使用することができるが、その存在は未知な部分が多い。ゲーム中では肉体の獲得、かがり火の強化などといったものに必要なもの。ダークレース行きとし行けるものとソウルを持ちし者すべての敵で二度と世に放ってはならないとされる近畿の存在。闇なでのカースにそそのかされ、 人の道を踏み外した異端者たちのことを指す。性別性別による能力差はなく装備の外見のみが異なる。デーモンズソウルズにあった男性専用装備と女性専用装備は撤廃された。顔の作り10種類のベースタイプが選択できる。デーモンズソウルズ同様、詳細設定も可能になっている。蘇生、デーモンズソウルズと同じく蘇生は、 初期装備や初期能力などが異なるだけで、その後のプレイスタイルに大きく影響されることはない。主人公不死人であり、北の不死院で牢に入れられ、世界の終わりまで、そこにいる運命になった人物。不死院の牢獄に囚われていたが、不死院の騎士の助けで牢を脱出する。騎士から、不死の証は、使命の証、目覚ましの鐘を鳴らせという使命を託され、ロードランの知恵を立つ。 不ーンの騎士主人公を牢獄から助け出した騎士で不思人。もともとアストラ出身の上級騎士だったと思われる。自身が時期に亡者になることを悟り、主人公に使命とエストビンを託し、生きたえる。心折れた選手家がリビの前に座っている男。皮肉のこもった消極的な発言をするが、発言の中には序盤のヒントになる話も含まれている。 灰色の聖女アナスタシアカボー女の一人。以前、神の名を口にしないよう絶を抜かれて、声が出せなくなってしまった。カボー女であるがゆえに、その姿を晒さないために牢に閉じこもることを望み今に至っている。ソルロンドのペトルス聖とソルロンド出身の聖職者。仲間が来るのを待っている。何回か話しかけると、白教の契約を結ぶことができる。それ以降は、 ソウルと引き換えに奇跡を教えてもらうことができる。物語が進むと聖職者らしからぬ本性を表し、ソルロンドのレアを殺してしまう。ソルロンドのレア護衛を連れて、ペトルスの元へとやってきた聖女。そそぎ火の秘術を求めて、ペトルスたちと一緒に、地下墓地へ向かったが、巨人派カバで、パッチに騙されて崖から蹴り落とされてしまう。彼女を助けに向かった護衛たちも、亡者となってしまい。 どうすることもできずに、崖の下で足止めされている。救出イベントを終えた後は、浄化不死教区にて、行為の奇跡をソウルと引き換えに教えてくれる。王の探索者フラムトグウィンの旧友の世界の蛇で、最初の日を守る存在。目覚ましの鐘を二つとも鳴らすと棺の再始場に出現し、主人公に棺の使命を託す。それ以降、 話すと不要なアイテムをソウルに変えてくれたり、上位の強化素材を複数の外素材に変えてくれる。話した時に聞けるセリフから人間に深い興味を持っていることが伺える。承人不姉妹で動かなくなった猛者から入る装備を主に売っている猛者かしかけた男。冷やかし客には罵声を浴びせる偏屈な性格をしている。ユリアという名前の犬の死骸を飼っている。 太陽の騎士ソラール自分の太陽を探すため不死になってロードランの地へとやってきたアストラの騎士。鎧や盾、タリスマンまでに描かれている実質の太陽印がトレードマーク。話すと足元に白霊の召喚サインをかけるアイテムがもらえる。それ以降、少女の時にソラールの白霊を召喚できるサインは特定の場所に出現し、共に戦うことができる。 ビンハイムのグリックス・ビンハイムの龍の学院出身の魔術師。不死骸仮想の倉庫に閉じ込められている。助け出すと、祭祀場で魔術を教えてもらえる。師匠を探して旅をしていた。女商人水道橋の中の牢屋に閉じ込められている。猛者化しかけた女。こちらは主に状態異常を治す苔玉を、主とした特殊な消費アイテムを売ってくれる。 前術の商人と同じく偏屈な性格をしている。大沼の呪術師ラレンティウス最下層で、猛者コックの手で首から火前身をたる詰めにされ、身動きが取れなくなっていた呪術師。助けると、再始長で呪術の伝授や触媒、呪術の火の強化をしてくれる。ゼナのうなる、闇村に通じる大費の前で高額な賃品を取り扱う商人。 特定のボスを倒すと品揃えが追加される。特定のイベント後は、再祀場周辺の水道橋に移動する。商売人らしく、何かしら賃品を買ってから話しかけると冒険のヒントを教えてくれる。アストラのアンドレイカジヤを営んでいる、不死人。装備の強化や修理のみならず、基本的な装備、強化素材なども販売してくれるほか、主人公に対して気遣いを見せる。 特定の種火を渡せば、武器の通常進化や蘇生、神聖、邪教への派生進化をしてくれるようになる。他にもアルトリウスの墓に行くのに必要なアルトリウスの紋章を売っており、購入には大量のソウルが必要となる。女神の騎士郎トレク、運命的な美しさを謳われる女神、フィナの超愛を信じ、そのために全てを捨てた騎士。その鎧の形状から抱かれ、騎士とも。 牢獄に閉じ込められてはいるが、助けても助けなくてもイベントを終えると再始場に移動する。ロートレクは2個目の金を鳴らすと去るが、その時にアナスタシアを殺してしまう。後にアノールロンドで戦い勝つことで、アナスタシアの魂が取得でき、元いたところで魂を使えばアナスタシアが復活する。カリムのオズワルド罪の女神、ベルカに使える、境界詞。君悪げに笑うが、 教会士としての仕事はしっかりとこなす。敵対したくはない人物と誤って敵対しても、ソウルと引き換えに免罪を行ってほぼすべての敵対状態を解消してくれる。混沌の魔女クラーグ、闇村の沼地を抜けた先にあるクラーグの住処にいる混沌の娘の一人。以前は普通の人間となんだ変わらない外見だったそうだが、混沌の炎の影響で下半身が巨大な雲に、 変わってしまった。自分の住処に入ってきた主人公を混沌の炎で焼き尽くそうとしてくる。混沌の娘クラーグの妹。カボ女の一人であり、全身に無数の得体の知れない卵をまとっている。同時に名前通り、混沌の娘たちの一人でもあって、姉クラーグと同じく人間と雲を合わせた体型が特徴となっている。住処を出て、 すぐの場所にある闇村を救うために村を蝕む脳を飲み込んだが救うことは叶わず今では目も見えなくなってしまったその毛なげさは背中に卵を背負う混沌の獣者たちを生み出すきっかけとなってしまったローマ女の指輪を装備しないと話しかけても言葉がわからない混沌の獣者の契約が結べる卵背負いのエンジー混沌の娘のそばにいる獣者。元は呪術師だったが その中でも、異端の存在だったとされる。新山の主人公を、卵も背負わぬ、半端者呼ばわりしてくる。イザリスのクラーナエンジ g から、彷徨えるクラーナと呼ばれている女性。魔女、クラーグと混沌の娘の姉らしいが、詳細は不明であり、呪術を極め死者だけが会える、幻の存在で、かつて古竜と戦った混沌の娘の一人だともされている。アウト、 それ相応のソウルと引き換えに今までにない呪術を教えてもらえる。また、かつて家族を捨て、今では自分も混沌の娘呼ばわりされることを嫌っていることを本人から聞くこともできる。魔女、イザリスとその娘たち、最初の日から王のソウルを見出した一人で魔法を操り、炎の嵐で古竜を滅ぼした者たち。最初の日を自ら作り出そうとしたが、 暴走した混沌の炎の豪に巻き込まれ、多くの娘たちと共に混沌の苗床という異形の存在と化したと言われている。石の古竜かつて王のソウルを見出した者たちとの戦いに敗れた古竜の生き残り。現在は大樹の虚ろの奥深くにあるとされる灰の湖の外れで静かに佇んでいる。この古竜に乗ることで古竜への道という超越者の契約を結ぶことができる。 また、攻撃しても敵対はせず、尻尾を切断することで、ドラゴンウェポンの一つである、古竜の体験を手に入れることができる。ビンハイムのリッケルトフ氏になりショーロンド遺跡の牢屋に閉じ込められていたンヤ職人。本人曰く、ンヤ仕事は暇つぶし。魔法武器への進化は彼のみが可能で、専用の種火を持ってくれば魔法武器のさらなる強化や、魔力武器への進化をしてくれる。 また、基本的な魔術も販売してくれる。封印の番人、イングワードかつて、ダークレースという不死とは全く異なる存在が、封印された小論土遺跡にて、封印を見守りながら、王の器を持つ者を待っている。体力の最大値が半分になる、趣旨状態に陥ってしまっても、彼の元を訪ねれば、人間性と引き換えに介除してくれる。また、王の器を持ってきて、 イングワードと話せば、封印の鍵がもらえる。四人の孔をかつては四人で、小ロンドを導いてきたとされ、グインから、王の位を授かり王のソウルを分け与えられた、存在だった。ところがカースにそそのかされ、闇へ落ちてしまい、配下の騎士モロとモダークレースへと変貌してしまったが、イングワードら三人の封印者の手によって、小ロンドごと封印され、深淵へと押し込められた。 すべてを飲み込む深淵にて彼らと戦うには、アルトリウスの契約という指輪が必要になる。闇なでのカース深淵という場所にいる世界の蛇。その外見こそフラムトとウリ二つだが、体を成すような存在と言える。誰も知らぬ小人の謎を主人公に教え、闇の僧侶を見出した王になるよう促してくる。人間に興味を持って、道を外れたフラムトを異端視している。契約。 ダークレースが結べる。語りな騎士、ジークマイや玉ねぎのような甲冑を全身にまとっている、どこかが抜けた性格をした騎士。古城の門の前で立ち往生し、座り込んで悩み続けている。ゲームを進めていくと様々な場所で悩んでいる姿が見られる。時には立ったまま寝ていることもある。アンドレイからは玉ねぎ卿と呼ばれている。 ビッグハットローガン・グリックスの師匠であり、ビンハイムの魔術の権威とも呼ばれるほどの実力を持つ魔術師。二つ目通りの巨大な帽子が目立つ。カゴローに囚われており、解放すると祭祀場で行為の魔術を教えてもらえる。魔術の研究のために膨大な知識が眠るとされる、公爵の諸子を求めて、ロードランに赴いた。心折れた、バーニス騎士重装備で知られ、 最強と歌われたバーニス騎士団の生き残り。皮肉を垂らしながら主人公に重装備を売ってくれる。暗月の女騎士真鍮の甲冑で自分自身のおぞましい姿を隠している非後女。神々に歯を向けた罪人を中する暗月の剣も兼ねており、その罪人が主人公であっても決して容赦はしない。巨人の鍛冶や巨大な傷を震わせながら金床を叩いている巨人。 雷武器への進化のみならず、種火を渡すと結晶武器への進化もできるようになる。特殊なソウルを持っていれば、特定の条件を満たした武器を特別な武器に変えてくれる、デーモン進化をしてくれる。リューカリオーンスタイングウィン王に使える王の四騎士の長唯一存命している。彼の象徴は、獅子であり、着用している金色の鎧にもその衣装が見受けられる。 槍を武器として扱い、彼の十字槍は古流の岩の鱗をも貫いたという。武器や鎧に雷の力をまとっている。処刑者相撲人上ではないほど巨大な大土を携える大巨漢。オーンスタインと同じく存命している。四騎士に入れるほどの実力はあったが、その二つ目通り処刑行為に優越したらしく、その告白から四騎士に名を連ねることはなかったという。 太陽の王女グイネビアグイン王の長女。アノールロンドの王女の間に手火をつぐ不死の英雄を待ち続けていた。会話をすると、キーアイテム、王の器をくれる。本当のグイネビアは、すでに多くの神々と共にアノールロンドを去って、火の神フランの妻となっており、王女の間で、主人公と会話をしている彼女は、バッシュ・グインドリンが作った幻に過ぎない。 影の太陽グインドリングウィン王の罰歯にして、アンガツの神。オガミだったが女神として育てられた経歴を持つ。アノオルロンドに残った古い神の一人で、長女グリンネビアの幻を作って、アノオルロンドを守っている。止まれの忠告を無視してアンガツの霊病の中へと進むと、主人公を侵入者とみなして襲ってくる。霊病の前の祭壇で祈ると、告げ罪されたプレイヤーの世界へ、 復讐霊となって侵入できるようになる暗月の剣の契約を結べる。反流プリシラエレーミアス絵画世界に隔離された近畿の存在。友好的な性格で迷い込んだ主人公を絵画世界の出口へ誘導してくれる。だが攻撃をしたとなれば手に持っている大釜で主人公の命を借り取らんと襲ってくる。反竜だが尻尾があり、切ればドラゴンウェポンの一つ。 プリシュラの探検が入手できる。語りな騎士ジークリンでジークマイヤーの娘。父と同じく玉ねぎ型の甲冑に身を包んでいる。父を探しにロードランを訪れたが、公爵の書庫の庭で、クリスタルゴーレムに囚われていた。救出すると、意外と快適だけれど、動けないし、困っていたのですと抜けた一面を見せる。白竜シースコ竜を裏切り、他の王と共に戦った竜。 コリュートの戦いの後、グリーンから公爵の称号を与えられた。他のコリュートは違い、鱗を持っておらず、自らの鱗を作り出すために書庫にこもって、研究に没頭したという。白竜シースの名は、同じ開発元のキングスフィールドシリーズにも登場するが、物語としての関連は特にない。三本ある尻尾のうち、真ん中の尻尾を見事に切断できれば、 ドラゴンウェポンの一つに数えられる、月光の体験が手に入る。鉄板のパッチボチを訪れた、不死人を罠に落とし入れ、その死体から吐いた金品を高く売りさばいている、墓嵐。聖職者を何よりも嫌っている。主人公をはめようと格索し、妨害をしてくる。その後のイベント次第では改心し、聖職者から吐いた物品を売ってくれる。 カジヤバモス骸骨になっても単や仕事を続ける頑固なカジヤ。初めて会った時には、鶴橋で出口を開け、さっさと出ていかんかというが、頼めば単や仕事をしてくれる。唯一、武器の炎進化をしてくれるカジヤであり、種火で炎武器のさらなる強化や混沌進化もできるようになる。王族の株となるものを所持しているが、彼と王族の関係は不明。最初の死者に、 最初の日から王のソウルを見出した一人。人骨で構成された不気味な姿で死の正気を放ち、古竜たちを滅ぼした。非常に光を嫌い、太陽の光が届かぬ暗闇に包まれた墓場に今日構えている。白猫アルビナ丸くてずんぐりした体育の白猫。人ゴを介する。アルトリウスの数少ない友人だったらしく、今はアルトリウスの墓を見守っている。 会話次第では墓への侵入者を排除するのが役割で、ある森の狩猟者の契約を結べる。DLC では、深淵の穴で幻として出現し、負傷した主婦のもとへ案内してくれる。狩猟団長、芝前進を東国の防具で身を包んだ森の狩猟団長。出身地や経歴は一切不明。武器コレクターを名乗るだけはあり。 自分の仲間には大量のソウルと引き換えにあまり見られない武器を売ってくれる。アルビナからは何かを隠している、油断ならない男と警戒されている。灰色の大狼シフ灰色の体毛の巨大な狼。深縁あるきアルトリウスの相棒。アルトリウスの死後、数百年にわたり彼の墓を寄り添うように守り続けている。巨大な剣を口に加え振る剣技は青く輝く。 剣戦を見せる。そして負傷し、よろけて、なお剣を振るう様は主人への忠義を感じさせる。DLC ではまだ小さい大きさで登場、アルトリウスと共に、深淵へと挑む。しかし道中で、魔物の襲撃で負傷し、動けなくなる。アルトリウスは、自身の大盾を媒介に結界を作り、仕方なくシフを置いてゆく。 主人公が主婦を助けた場合、後の深淵のシュマルスとの戦いで駆けつけてくれ、口に小さな剣を加えて、共に戦ってくれる。ウーラシールの酔い闇遥か昔に滅びた王国の姫君、ウーラシールは母国の名前で、酔い闇が本名である。遥か昔の人物であるが、結晶の魔物クリスタルゴーレムの体内に囚われ続け、長い年月を生きる。ウーラシールは、 魔術に秀でた国であり、すでに失われたウーラシールの魔術を教えてくれる。DLC は、彼女の母国、ウーラシールがなぜ滅びたのか知ることができ、過去より彼女を求めた魔物が開いた空間を通る、ことで遥かな昔の世界へ移動でき、もう一つの物語を体験できる。霊病の森とエリザベスウーラシールの酔い網の乳母と名乗る巨大なキノコ。 深淵のシュマロスにさらわれたウーラシールの良い網の救出を主人公に依頼してくる。過去のウーラシールを訪れた主人公を未来からやってきた人とすぐに見抜いた。素晴らしいチェスターカワセイの新種族と顔に微笑んでいる仮面が特徴的な謎の男。主人公と同じく未来からやってきたがエリザベスから危険な男だと認識されている。少女の状態で ウーラシール市街を進んでいると闇霊として出現し、主人公を倒そうとしてくる。王の葉、キアラングウィン王に仕える王の四騎士の好意点。個人。彼女の象徴はスズメバチ。一体の極剣と担当を扱い、スズメバチのごとき地名の一撃を繰り出す。彼女の剣技は一祖武藤のようで、黄金の残像を残し、王の敵をことごとく抹殺したという。 彼女が着けている衣服は広く扱われているものだが、優しい白磁の仮面は、彼女が望み、功績によって授けられた特別な品である。DLC の時代では生存しており、親友であるアルト、一輪の花を添えた小さな塚を作り、彼のソウルを渡すことで、自分には、もう不要なものといって、愛用の武器を譲ってもらえる。高の目、ゴーグウィン王に仕える王の四騎士のうちの一人、 個人。彼の象徴は、鷹。鷹の目と呼ばれる鋭い眼光と巨大な体育を持つ武人。人ならぬ努力でなければ扱えない巨大な弓を持ち、竜狩りの第級部隊を率いて多くの古竜を撃ち落としたという。しかし、巨人の彼が好位の騎士につくことを妬む者も,も多く、彼の装備する兜の目は樹脂で塞がれている。DLC の時代では生存しており、 隠居して、ウーラシール近郊の塔で、木彫りの面を作っている。目を塞がれて、なお流狩りの実力は、彼の情報から、巨人の鍛冶屋と知り合いであることが伺える。深淵歩き、アルトリウスグウィン王に仕える王の四騎士のうちの一人、個人。彼の象徴である、狼は、友人である、灰色の王狼、シフから来ている。ダークレースのカリュードであり、 深淵の魔物と契約し、常人では生きることすらできない深淵を歩いたと伝承で伝えられている。強靭な意思により決してひるまず体験を振るえばまさに無双であったという。DLC では物語の重要人物として登場。深淵で動けることから深淵に飲まれつつあるウーラシールを救うべく駆けつける。深淵に挑み相棒のシフの危機に 自身の大立を捨ててまで、深淵の主に戦いを挑むも、想像以上の深淵の闇に飲まれ、敗北する。深淵より生還するもその精神は闇に蝕まれて、おり、全身に傷を負い、左腕が垂れ下がって、なお戦い続ける強戦士となり果てる。太陽の光のオーグウィン、最初の日から王のソウルを見出し、最初の日を継いだ。多数の騎士たちを率いて、 古竜たちを滅ぼし、火の時代を作り上げた先駆者的存在。太陽の神と称されるが、なぜか象徴としているのは、雷の力である。棺に旅立つ前に、多くの一族にその力を分け与えた。旅立つ彼に残されたのは、一振りの体験と、力を失った王冠と、衣服のみであったと言われている。誰も知らぬ小人、最初の日から王のソウルを見出した一人。 人間の祖。誰も知らぬ小人は他の王とは異なり闇の僧侶を見出したとされる。2011年6月11日に本作の先行体験イベント人間性を捧げよ生存率例2万が東京時事通信ホールで開催され抽選で当選した100名が招待された。また同日に公式ホームページ上にてシールドデザインコンテストの募集がアナウンスされ 最終的に1000件を超える応募があり、最優秀作品にはサンクトスが選ばれ、本編で採用されている。2011年8月21日に、本作品とアーマードコア V の体験イベントサマーエクスペリエンス2011が大阪、名古屋、福岡の3都市で開催された。2011年9月18日に幕張のホテルザ・マンハータンにて、 本作品とアーマードコア V の体験イベントフラムソフトアやゲームフェスタ2011が開催される本作に関してはゲーム序盤のステージを製品版と同様の内容で楽しむことのできる模様第1部は完全招待制で抽選で選ばれた300人のみが参加できるクローズド方式第2部からは誰でも自由に入り退場できるイベントとなる 東京ゲームショー2011に本作の出展はなくメディア向けに XB360 版のプレイ動画の配信があった程度であったアメリカラスベガスにて2012年4月11日から12日に開催されたバンダイナムコゲームスのプライベートショーナムコバンダイグローバルゲーマーズデー2012において PC 版 ダークソウルズプリペアトゥダイエディションがリリースされることが発表され2012年8月24日に配信された。国内でもダークソウルズウィズアートリアス・オブザービスエディションとしてフロムソフトウェアから発売されたが当初利用していたゲームズフォー・ウィンドウズライブが2014年に終了。海外版はスティームへ統合されたがスティーム版がジオブロッキングされていた。 日本国内では何の対応も行われず認証サーバーの停止とともにインストールも不可能な状態となっていた。2016年8月ファンコミュニティがチェンジ .org を通してフロムソフトウェアへ署名を送ると2016年11月にフロムソフトウェアよりスティームへの移管が発表され2017年1月に実施された。またこれに合わせてスティーム版 プリペア 2D エディションの日本からのアクセスが解禁された。ダークソウルズ2 2014年3月13日、発売ダークソウルズ3 2016年3月24日、発売デーモンズソウルズ2009年2月5日、発売ブラッドボーン2015年3月26日、発売ダークソウルズリマスタードに関するカテゴリー。ありがとうございます。